アパッチリボルバー、別名アパッチピストル、またはアパッチナックルダスターは、他の武器を複数一体化した拳銃である。これはダガーで突き、ナックルで殴り、さらに発砲する、グレン隊の絶好の喧嘩道具となり、アパッシュとして知られる1900年代初期のフランス犯罪社会の一党により、悪名を轟かせた。アパッチリボルバー、リエージュの博物館収蔵品、 アパッチピストルはピンファイヤ式のペッパーボックスピストルである。グリップ部分となる折りたたみ可能なナックルダスターと合体している。また一体化された稚拙な折り込み式のダガーが付属している。白兵線にも対応可能な複合武器である。ただし実用性はあまり高くない。ダブルアクションで作動するため、撃鉄ワブ系統で指掛けはない。引き金は トリガーガードを欠くため危険で前方に展開するダガーは回転して収納可能だが固定用のフックに引っ掛けるだけなので外れやすかった。ソリッドフレームで装填は回転軸を抜いてシリンダーそのものを外して行うので素早いリロードは期待できない。特徴として本銃のすべての主要な部品を断層の方へ向けて内側に折りたたむことができ容易に ポケットの中へ引得可能だった。しかし、折りたたんで携帯するにしてもピンファイヤー実縫のカンはシリンダーから飛び出していて、複地などに引っかかってカンが叩かれ、暴発する危険はあった。通常、回転式重機でトリガーガードや安全装置のつかないこの種の兵器をバックやポケット内に忍ばせる際には、撃鉄の降りている薬室から弾薬を抜いておき、 暴発を予防するが、ピンファイアなので激鉄が降りている先の実砲を抜いていても、残りの雷管は無頓着にシリンダーから突き出ているので、暴発を防ぐためには、すべての薬室から実砲を抜くしか方法はなかった。性能的には、シリンダー内にライフリングが施されていたのかは、不明な上、重心の欠如から、このペッパーボックスの有効射程は、非常に限定された。 照声と照門を書き、正確に狙いをつけることはできず、また、拳銃の後継から非常に限られた火力しか持たなかった。使用弾薬の 727mm 弾は重心がついた火器から射出されていても威力は低かった。この限定された性能にもかかわらず、この銃は至近距離では致死性を証明した。類似品として同様にピンファイアジ実縫を使用する。 フランスのデラックスと呼ばれたナックルダスターピストル DD3313 の名称で知られるセンターファイアジップを用いるペッパーボックス拳銃がイギリスの特殊作戦執行部により第二次世界大戦中に試作された。しかし本銃との直接的な関連性はない。ありがとうございます。